2018年3月30日に、3時間40分ほどの、分娩時間で、クレマンティーヌが5頭の子犬を産んでくれました。クレマン、こんちゃん、クレマンティーヌ、クレマン、いい子だね、クレマン。クレマンティーヌと我が家のアレクサンドルの子だからです。私たちにとったら本当にかけがえのない大切な大切な血統を引き継いでくれています。いっぱいおっぱい飲んだね。なんだかもう生まれたてなのに、生まれたてじゃないぐらいすごく大きく立派な子たちです。お子さんだね。クレマン、クレマン、上手だね、子育て。多分これがクレマンティーヌの最後のお産になります。クレマンティーヌの最後の子供たちになります。感無量です。お世話を上手にしてます。